こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進員協議会南の支部です。本日は田舎風年越しそばです。今回教えてくださるのは奈良木野さんです。よろしくお願いします。お願いします、はい。で今回お借りしてきた器は波野にあります清成窯さんの作品です。今日はこちらの器に年越しそばを、作っていただけるということで、もう季節的にもねちょうど良かったですね。本当、そして波野はそば粉ね、特産の一つですし、やっぱり波野の方皆さん自分で打たれるんですか、年越しそばは。そうです、この年配だと皆さん打たれると思います。はい、じゃあ皆さん直伝の伝統の波野のそばを教えてください。はい、はい、まずは、まずはそば粉ですね。はい、これ波野のそば粉 100% 400g、はい、入れます。はい、そしてですね、水を200cc ですけど、一度に入れなくて3回ぐらいに分けて入れます。最初こう入れて、背が小さいけどそういう感じ大丈夫ですか。よくこうしてほぐして、みんなに、水が回るように、はい、そしてこうまたもう一回よく混ぜます。全部いこう。本当はつなぎに素人さんは山芋とかね、入れるといいけど、やっぱ 100% の美味しいそばをいただくためにはもうつなぎなし、切れても純粋のそばの方が美味しいです。基準としては自分の耳たぶの柔らさが一番やりやすいです。はい、そしてこれは手早くせんとね、乾いたらすぐ乾燥するから、箸の方が耳割れします。あ、なるほど。ぜひ素早く、はい、結構力仕事ですよね。まだそうですね、ポロポロ崩れるぐらい、これちょっといじめていかないと。あ、いじめていくそしてここのパラパラこぼれたのを開いながら、きれいにまとめながらですね、波野のそばは寒暖の差で甘みがあって、味に深みがあって美味しいそうです。そしてこれをね、向こうから、あ、畳んでいくもん。畳んでいく、はい、優しくせんと破れて、本当に。してこれをここまで持っていく。はい、はい、切ってください。はいじゃあその間に、湯がきましょう。もう湯がきますか、じゃあ、ちょっとほぐして入れるんですね。粉をね、粉をちょっと落として、麺が茹で上がったので盛り付けです。はい、じゃあこちらに移して、そして今日は昆布とカツオと椎茸、そして、鶏肉とごぼうがね、今日はさらに入った、スープをかけていきます。美味しそうですね。もういい香りが。ごぼうは絶対ですね。あ、絶対ですか。やっぱり、なんていうかな、これ汁物にはごぼうや、合ってるけど絶対必要です。なるほど、これで完成です。年越しそばにぴったり、波野のそば粉を使った田舎風そばです。ではいただきます。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市波野にある清成窯では穴窯と呼ばれる古来の窯で、
上薬を使用せずに焼き締めという技法で作品が作られています。味わいのある色が特徴で、工房には素朴で味のある作品が並んでいます。